兄貴ズキッチン。よっしゃ、今日ちょっと関節入れようかな一人だしね。これ家で料理してます。見れば分かるか、見れば分かりますね。これ規定の即席ラーメンを、硬いやつですね、を時間内で茹でて、で、まあ一緒にベーコンの切り落としみたいな感じのやつを、まあ、好きなものでいいんですけど、ちょっとねカルボナラーメンを作ってみようかなと。でこれ今この鍋で茹でてるんですけど、フライパンで、これレンジでもできるんで、レンジ用のラーメンのレンチンのやつがあれば、それに麺とベーコンと、まあ、ウインナーでもいいんですけど、まあ、カルボナーラ的な感じなんでベーコンかなと。で規定水を入れて、規定の、その紙に書いてある、袋に書いてある時間を入れると、レンチンすると。で大体このぐらい止めて、でこれを水抜きしてあげると。その間に付属のさっきの付属のタレ、粉を入れます。3分の1ぐらいかな。で次に、まあ、あればでいいんですけど、カレー粉か、今回ちょっとクリームソース、クリーム、シチューかの素、粉のやつね、まあ、カレー粉、シチュー粉でもどちらでもいい、どちらでも OK です。小さじ1杯ぐらいかな。はい、次に牛乳、これをどのぐらいの、50、60ぐらいで、粉チーズを大さじ2杯ぐらいかな入れます。卵の黄身の部分で入れます。1個です。これでかき混ぜると、そうしましたら、これに先ほどの、まあ、あったかい感じですね、表面を入れてあげると。で最後の方にもう一回黄身だけ乗せて、人にかけてパセリ、こんな感じきた。やばくないですかこれ、やばいでしょ。